スイちゃん、リリカちゃんに、ホロサバ案内してあげてたね。そうなの。後輩思いでしょう。案内してあげてたの。あの日かな。花焼いたの。なんかやることないなと思って、ホロメンの配信でも見るかって思ってさ、ホロジュール見てたら、お、マイクラすんだってなって、ちょっかいかけに行こうって思って、タイミング見計らってた。マグマに落としたのワロタ。ですね、恋じゃないんです。もうちょっとバッファーがもらえると思ったんですね。もうちょっと入るまでに時間を要するかと思ったんです。だからここは死なないけど荷物はなくなっちゃうから、荷物だけ置いて入ってみなって、打ってる最中に「本当にそうなんですか？そんなものがあるんですか？とてて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 」っつって入ってっちゃって「あ、まあまあまあ待って！」みたいな。ちょっと待ってーって。 やべえやべえと思ってさ。 ノータイムだったんだよ。マジでウケた。本当に本当にマイクラ知らん人だったんだなって。 そんなマグマが存在しないってさ、普通だったらこうちょっと疑うというかさ、ツッコミ待ちだったか。いや、割とあの配信すべてツッコミ待ち彗星でしたね。でも全部ね、しっかり信じてくれてた。コメントもっとツッコんでーって。 もっとツッコんでー、お前たちしかいない両親がーって、もう頼れるのお前たちしかいないよーって。あ、かわいいな。